下の方に。そうだ、ネギネギしてる。キキさん、ね、そんなにネバネバしてんの？今日柔らかい、ちょっと。種類によって。今日、あ、じゃあ、ロードセットでしょ。今日は、暑いから。暑いからか。なるほどね。でもこの前すごく硬くて。そうなの。これ食べ放題だったらなくなってたんだよ。やばいよ。どんどん取れるみたいな。どんどん取れるみたいな。もう、あれごとに。あれごとに。シアンちゃん、いずれアイスアレルギーになるかもしれない。本当だよ。本当だよ。危ないなぁ。気をつけよう。シアンちゃん、もうすごいもんね。食べ出したらすごいもんね。すごいよね。アイス、あ、普通食べるの早いけど、アイスは特段早い。でも、案外に溶けても食べれる。うん、でも、溶けたやつほっといて喋ってて、アイス溶けるよって言われても、後からも全然平気に喋れるんですよ。あれだね、君のアイスは飲み物。あ、よく知ってた。出てきたよ、なんかおすすめじゃない。やっぱり、僕、ソンバーシングライターになります。ソンバーシングライター。はい、思い出しました、ね。はい、私、もっとこのゲームソングの話なんですけどね。はい、ちょっと今まだちょっと記憶の片隅に流れてると思うんですけど、うん、もっとこのテーマソングを作った暁には、はい、テーマソング、テーマソングじゃなくて曲ってことですか？歌、あ、曲っていうか歌った歌。歌入場曲みたいなことじゃなくて、その曲。あ、入場曲みたいな、あ、入場。さ、例えば猪木のテーマとかあるんですか？なんて言うの？なんか何だろうね。そうそうだったじゃん。えーって言ったら、あ、そうそう、来るなみたいな。そっち系のテーマソングなのか、もうちゃんとした、歴史とした歌詞と、そうそう、ちゃんと。っていうのがちょっと、一つあって、猪木的じゃないやつですね。あ、猪木的じゃないですね。ちゃんと曲ができた暁には、この曲をやりたいんだって、こういう構成でやりたいなと思って曲があるんですよ。ただ、今、食べてるから、今の家でも。これ、スピッツのね、新しいアルバムに入っている曲なんですけど、受け入れ、実は許した。受け入れた。
って言ったらもう聞いているよっていう私のプレゼンでした。すごいね、今本当楽ですよ。